海上保安庁海上保安大学校海上保安大学校は広島県呉市若葉町後の位置に本部を置く国土交通省所管の省庁大学校大学校の略称は開放または補大海上保安庁の幹部職員の要請を目的に設置されている道庁の施設等機関であり諸外国において沿岸警備大使館学校に相当する教育機関である 設置根拠は国土交通省組織令第254条。本大学校の目的は国土交通省組織令で次のように規定されている。第255条海上保安大学校は海上保安庁の職員に対し幹部としての職務を遂行するに必要な知識を呼び技能を習得させるための教育訓練並びに海上保安業務を遂行するに必要な 専門的知識または特殊技能を習得させるための教育訓練を行うことを司る。また、海上保安庁法第33条の2により、海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する条例にも規定されている。本大学校の基本理念は、人格の投矢とリーダーシップの寛容高い教養と見識の習得、強靭な気力。 体力の育成の3点である。本科学生は、幹部会場保安官となるべきものの教育を前提に、しており、卒業後に3等会場保安生に任官する。その後専攻課で3ヶ月間、世界一周の MO 公開、国際業務課程を経て12月に、現場に配属される。学生は、一般職の国家公務員である。 階級は指定されないが階級賞は存在し、第一種制服の袖賞、第二種制服の検賞、第三種、第四種制服の教賞にはそれぞれ金色の大学高校賞があしらわれている。海上保安大学校は一般大学と同じように入校試験に合格する必要があるが、一般の大学入試とは異なり、入校すると海上保安庁職員としての家業となるため、 入学試験ではなく、採用試験が正式な故障である。考え方としては、高等学校卒業相当にて、海上保安大学校学生採用試験を受験し、採用海上保安官の職務として、海上保安大学校にて学習、幹部海上保安官として職務に、従事、となる。卒業後は、初級幹部職員として職務に従事し、1年から2年に一度の、 ペースで日本全国を転勤しながら承認していく。応募条件には年齢や日本国籍を有することと海上保安官となる条件を満たしていることが必要であり、一般的な大学の出願条件とは異なる。全寮制であり、学生は入校と同時に一般職の国家公務員として海上保安庁の職員に採用され、学費は必要なく、 給与が支給される。このように給与の支給される国土交通省の省庁大学校には、気象大学校、航空保安大学校があり、特別職の国家公務員では防衛省の防衛、大学校、防衛医科大学校などがある。毎年60人程度が、本科に入学する。大学校全体の学生数は200人程度であり、そのうちの1割程度が女子である。 2016年度採用の学生より定員が60名となり、同時に女子学生の割合も以前と比べて高くなっている。本科二学年校記事より希望や成績により分かれる。三等海上保安生に任官される予定の者が現場から選抜され、呉市の海上保安大学校で1年間研修を受け現地に赴任する。 海上保安大学校の本科を卒業した者が、専攻科で現場の実践に対応できる、用語学、実務の法律などの研修を受ける。この専攻科の期間に練習戦小島で世界一周の、航海に出る。令和3年度新設、一般大学卒業者対象。2年間の研修、第2軍、第3軍の各専攻に分かれ、専門基礎科目を学ぶ。 三年次と四年次になると、国内公開実習が行われる。また、四年間を通して、専門基礎科目や、訓練科目、実習科目を勉強する。本科卒業生に対し、独立行政法人大学改革支援、学位授与機構から、学士の学位が授与される。本科卒業生は、その後専攻科に進み、実務教育が開始され、 三ヶ月の世界一周、沿用航海実習に参加し国際感覚を身につける。他にも各艦区の海上保安官が希望により二ヶ月の潜水訓練を受けることができる。また、2011年度から語学力向上や国際的な実務対応のために研修科国際業務課程を開設。2017年度入港生より、 カリキュラム変更が行われており、主なものとしては20年ぶりの1学年、乗船実習復活や重剣道の廃止などがある。基礎教育大学教育に、不可欠な教養及び、外国語等を担当する講座。開示工学会場の安全と秩序に関する知識となる、開示技術等を担当する講座。会場警察学会場警察に係る、 処理論を体系的に理解するために、法学や政策学等、社会科学を担当する講座。海上安全学船舶の安全運航に必要となる海事系の専門基礎科目等を担当する講座。本科を卒業することにより、学士のほか、以下の資格を取得できる。船舶運に関する公開、機関及び情報を通信の各専門分野の知識、 技能を身につけるとともに、各種訓練を通じて、海上保安業務に関する知識を習得する。気候地での見学等によって、見分を広める目的でもある。海上保安庁巡視船、小島によって行われる。毎年、海外の海上保安機関の学生等を招聘し、海外交流活動を行っている。アメリカ沿岸警備大使館学校。 カナダ沿岸警備大使館学校の学生をはじめ、フィリピン、マレーシアなどから学生や若手士官が参加している。大学校からの派遣もある。練習戦、小島による世界一周遠洋公開実習など6ヶ月間の実務教育が実施される。2011年度から実施しており、先行化を終了した初級幹部職員に対し実用英語能力や 国際関係知識等を付与する。期間は3ヶ月。令和2年度から新設された大学卒業者を対象とした家庭。採用後は4月から海上保安大学校において初任課として1年間教育を受けた後に特集課に編入し、さらに1年間の教育を受けることになる。入学と同時に公開、期間の2つの分野のうち1つを選択。 一年目は、初任課として、主に会議面上の取得に向けた科目を、履修。二年目からは、特集課に編入し、会議面上の取得に向けた科目を履修しながら、幹部会情報案官として必要な高度な、専門能力を身につけることを目的とした科目を、履修。なお、国内公開実習はあるが、専攻課ではないため、世界一周遠洋公開、実習は行われない。 海上保安大学校では学生は日課表に基づいて規律ある団体生活を行い、寮の運営は終盤交代による当直学生によって行われている。寮内の生活について以下に説明する。食事は週末を除き1日3回提供される。なお当直学生にあっては休前日である金曜日においても食事は提供される。 なお、毎週水曜日に至っては、昼食はカレーが提供される。海上保安庁では、海上自衛隊同様、大日本帝国海軍伝統の、五分前精神がある。平日の起床は6時30分である。6時25分になると、総員起こし5分前の放送が流れる。学生は直ちに起床し、作業服に着替え、布団をきちんと畳み、 5分以内に両前広場に整列しなければならない。その後は海上保安体操が待っている。体操が終わったら次は朝掃除をしなくてはならない。掃除の分担は学生班の班長が決めることになっている。掃除が終わるとようやく朝食をとることができる。生活の最小単位は自習室である。基本的に一年生から四年生が一人ずつ。 計4名から構成される人数の都合上、近年は5人の自習室が一般となりつつある。自習室には学習机と椅子、スチールロッカーが置かれ、勉強をすることができる。各自習室の部屋長は基本的にその部屋の4年生である。寝室は自習室の廊下を挟んだ反対側にあり、3部屋分の学生を収容する。 自習室が8から9個集まった単位が班である。整列時、訓練時はこの班が基本単位になる。4月の初めに寄校した新入生に対し、3、4年生から構成されたオリエンテーション委員が行う生活指導のことをオリエンテーションという。寮での生活規則、海上保安体操、基本動作、効果などを1年生に叩き込む。 一週間ほど行われ、このオリエンテーションを終えて晴れて、入学式を迎え、制服を着ることができる。普通の高校生活を過ごしてきた、新入生にとって、この最初の一週間は、かなりハードである。なお、希望者に至っては、下記休暇後に、海上保安大学校応援団加入に際する、通称、応援団折りがある。平日は17時15分 -22。 15まで外出可能。金曜日、土曜日を呼び、祝日の前日は原則として門限が22時45分となり、外泊も可能。日課の運営は、訓練教官の指導のもと当直学生により、遂行される。なお、家族や友人等を寮内に案内することができるのは、この外出許可時間内に限られる。なお、1学年のオリエンテーション期間は外出も、 外泊も認められず、一学年後半までは外泊は認められない。夏季に約4週間、冬季と春季に約2週間あり、原則として寮が閉鎖される。大学校内及びレワ湾海域で学生祭が2日間にわたって行われる。呉市近郊の他大学生からのお手伝い制度もあり、学生音楽隊による演奏や、救難実習、潜水展示、 物品販売、巡視船、低一般公開、花火打ち上げなどがある。オープンキャンパスも同時に開催される。なお新型コロナウイルスの影響で2020年度、2021年度の渡積祭りは中止となっている。男子学生の浴室は大浴槽で瀬戸内海を見渡せる、眺望の良いものとなっている。また、車両の保有及び運行については 二学年は認められていない。二学年以上になると下宿を借りることも可能になるが、下宿からの通学は許可されない。強靭な気力、体力の練成を目的として全学生が参加する。学校教育法における大学ではないが、防衛大学校や防衛医科大学校等と共に参加を認めている大会もある。学生活動として、 海上保安大学校学生音楽隊や応援団、法学部などがある。運動部その他海上保安大学校学生は、明確な階級は指定されていないが、袖賞、教賞、検証が存在する。学年識別として、1学年はネームプレートに赤ライン、2学年は黄ライン、3学年は緑ライン、4学年は青ライン,ラインが施されている。なお、気によって、 木戦用のジャージが作らる。2021年4月現在、2学年が、木ジャージ、3学年が、青ジャージ、4学年が、赤ジャージとなっている。交通アクセス、JR クレッセン、吉浦駅下車、広電バスで、池の浦下車、徒歩約400メートル。地上4階の建物である。家業更新の際、三井資料前から、 本館正面玄関まで学生が半に分かれて更新する。全学年の固有教室が設置され、学生課、訓練課、教務課、校生課等の大学校の中枢を担うかが置かれている。なお、2021年に本館正面玄関において大規模工事が実施された。校長室、副校長室、会議室、事務室、教官研究室、教室、 海上研究室、レーダーシミュレーター、海上環境実験室、武器演習室、一般実技演習室、語学演習室、操作演習室、情報処理演習室、機械室、高温実験室、共感研究室、科学実験室、物理実験室、船舶工業科学実験室、船用電気機械実験室、運用実験室、公開景気実験室、 電気計測実験室、電子回路実験室、電子工学実験室、通信機器実験室、優先工学実験室、水路実験室、航海、救難演習室、共感研究室、機械力学実験室、材料実験室、自動制御実験室、機構模型室、製図室、補機演習室、電気室材料実験室、蒸気実験室、 内燃実験室、燃焼実験室、補機実験室、鋳造実習室、溶接実習室、機械仕上げ実習室、主に小型艇が収容されている大型施設である。ヨット部やカッター部の部活動拠点となっており、訓練家が保有する、機動艇等も収容されている。スクリーン室、第一船橋、第二船橋、教官、操作室、研修室、 放灯室を主に潜水研修生の訓練に使用されるが、学生の下季期間中のエニエ訓練の練習場としても使用される。25メートル14メートルのプールであり、施設内からプール内の様子を見ることができる。令和2年2月建築。海外からの研修生の宿泊施設や学生の憩いの場となっている。海上保安庁。 創設30周年記念授業の一環として、海上保安大学校敷地内に建設。館内にはすでに現役を引退した、巡視船艇、飛行機及びヘリコプターなどの写真、現在も使用されている、ヘリコプター搭載型巡視船などの模型、海上保安庁の業務を紹介する、写真パネル、模型など、約1000点近い展示物が並ぶ。 平成13年12月九州、南西海域不審船事案で銃撃を受けた、巡視船、奄美船橋全面の展示もしている。土曜日、日曜日、休日及び、年末年始は休み。2012年4月、学生や教官から、いじめや、パワーハラスメント行為を受けたとして、北九州市内に住む同校の学生と母親が国を相手取り、 約4200万円の損害賠償を求める訴訟を福岡地裁国ラシ部に起こした。訴状によると、学生は2006年4月、逮捕術の訓練中に首を畳みで強く打った後、全身の痛みや疲労感などを感じるようになった。学生が医師の診療を受けたところ、頸椎年座、外傷性能脊髄液減少症と診断された。しかし、 症状が出ても周囲に理解してもらえず、他の学生からは、怠けるなと罵られるなどした。また、診断を受けた後、学生が、休学や復学を繰り返すようになったが、その際に、教官から、転職するつもりはないのか、などと言われたといい、学校側はいじめを放置した上、退学を強要するような発言もあったと主張している。2020年4月、 海上保安大学公共無課職員が、秋太田町内の駐車場で SNS で知り合った、当時13歳の女子中学生を車に乗せ連れ回し、少女の上半身を触るなどわいな行為をした、疑い。事件当日に、少女の両親が、娘が帰ってこないと警察に届け出たことから事件が、発覚。 2021年8月7日時点で、同校の研修生を中心に、累計12人が、新型コロナウイルスに感染。なおいずれも軽症である。海上保安庁には、初級職員となるものの教育を担当する以下の、施設がある。ありがとうございます。